クヤ韓国は3世紀中頃に朝鮮半島南部にあった国。中国政史の三国史や五漢書に見え、三国史ではその北岸のクヤ韓国とある。五漢書では和の西北端の国とする。かや、ミマナとの関連性が指摘されている。三国史、義書東以前環状には、藩は大方軍の南にあり、 東方と西方は海によって区切られ、南方ではと接し、四方は四千里ばかり。関には三種あり、一に、馬関、二に、新関、三に、弁関。新関とは、昔の達国のことで、馬関は西にある。とあり、藩は、南方では陸続きにはと接すると述べている。三国市、義書東遺伝は尋常では、軍より和に至るは、海岸に従いて水行し、 韓の国を経、ながらは、南しながらは、東し、その北岸の区屋韓国に至り、七千余里。初めて一回を図ること、千余里にして、津島国へ至る。とあり、区屋韓国を、その北岸と述べている。その北岸の解釈としては、和国の領域内とする説、領域外で対岸とする説、和の海と騎士が接する意味とする説の三説が、挙げられている。なお、 弁心十二国の中では、弁心犬横島国として見える。五漢諸島遺伝は、三漢の位置関係を、より具体的に、馬漢は西部にあり、五十四国を有し、その北は、落老軍と、南は、和と接する。新漢は東部にあり、十二国を有し、その北は、ワイハクと接する。弁心は、新官の南にあり、また十二国を有し、その南はまた、 和と接する。と述べ、菅の西岸に、馬菅が、東岸の北部に、新菅、東岸の南部に、弁心があり、馬菅と弁心がおののその南方で、和と接すると述べ、ここでも朝鮮半島の南海岸部から、和の領域であるとしている。五菅諸島遺伝は尋常では、和は、漢の東南、大会中の三島によっており、およそ百余国ある。武帝が朝鮮を滅ぼしてから、 三十余国が管日使い分けを通じてきた。国々は、皆が王を称し、代々その家系が続いている。将の中の大王たる、大和王は、山大国にする。楽郎軍は、その国を去ること一万二千里、その西北の境界にあたる、皇者韓国を去ること七千余座と。その地は大体海系軍島屋の東にあり、手がけや耳と掃除しており、 その法族も多くが同じである。とあり、大和王が住まう山大国は、落老軍から1万2千里、和国の西北の境界である、区屋韓国は、落老軍から7千里と記されている。ありがとうございます。